中央が WBA 世界バンタム級チャンピオン井上拓真選手です。よろしくお願いします。そして向かって右側が大橋会長です。よろしくお願いします。左側が新聞コレアです。よろしくお願いします。そうですね、まあいつも通り、まあ、スパリングで仕上げて、まあ、体重も順調に落ちてきて、まあ、コンディションもすごいいい感じで仕上がります。そうですね、あと、まあ、4キロぐらいですね。まあそれもいつも通りの、まあ、落ち方ペースなので特に問題ないです。ラウンドはね、78、78、78。そうです。そうですね、まあ基本、まあ、いろんな選手と、まあ、やるようにして、まあ、どんな形になっても対応できるように、まあ、準備はしてきているので、はい、そうですね、まあ、タフですごい気持ちの強い選手だなっていうイメージがあります。そうですね、まあ、アマチュア時代の試合の記憶っていうのはもう、まあ、12、3年前のあんまり覚えてないですけど、まあ最近の試合見ても本当に気持ちの強い選手だなっていうすごい感じです。まあポイントというかこの試合はやっぱり、まあ、堤選手本当に強敵なんですけど、ここをクリアして、まあみんなが望む統一戦の位置に進んでいきたいと思うので、そういった意味では本当に大事な試合になると。まあ、そうですね、まあ、いろんな動きで来ると思うんですけど、まあ、どういう動きで来ても、まあ、反応早く、素早くで、そこに、まあ、一躍対応、対処できるようにっていう、まあ、足の動きであったり、まあ、前後にしても、まあ、そこを意識してやってきました。でもそこは気にならないですね、まあ、そこはもう分かってますし、あとはもういかに拓磨の距離でしっかりキープしてできるかだけが問題なんで、はい、テーマですか。まあ、この T シャツの通りオーバーパワーブローということで、まあ、しっかり圧倒して勝てるようにしっかり返り討ちにして勝ちたいと思います。まあ、もちろんどの試合でも KO は狙ってますけど、まあ、まずは勝たなきゃ意味がないんで、まずはしっかり勝つこと、まあ、それをしっかり徹底してやっていきたいですね。まあ、そうですね、まあ、ずっと言ってる今で言ったらもう中谷選手、まあ、お互い統一戦やりたいって言ってますし、まあ、そこが決まれば、まあ、本当に自分自身もすごく、まあ、高ぶりますし、まあ、そこに向けてのまず堤選手、まあ、ここをしっかり勝たなきゃいけないんで、まずは堤選手に集中して勝ちたいと思います。まあそうですね、まあ、周りからは95年組って言われてますけど、まあ、自分自身では、まあ、その中でもトップで走り続けられるように、まあ、しっかり結果で見せていきたいです。まあ、もともと持ってるものはあるんですけど、まあ、今まではそれをなかなか試合でこう、まあ、出せてこれなかったところ、まあ、最近はまあすごい出してくれるようになってきてるんで、まあその、まあ、省エネしないでしっかり出して、もう練習してきたものを出して、でそれをやっぱりこう見せられたらいいなって。でもそれも本当はしっかりもうできてきてるんで、はい、楽しみにしてますし、まあ皆さんもちょっといろいろ見てもらいたいと思います。そこはまた長いと違うんですけど、結構やっぱり冷静なんですよ。すごく冷静で、そうですね、でそこにやっぱりその、まあ、ここっていう時にはしっかりこうダメージを与えるっていう、なんていうんですかね、その爆発力っていうのも、まあ、そこを今最近出してきてるんで、まあ行き過ぎず、まあまあ、もったいぶらないような感じ、まあまあ、バランス取りながらでいいと思うんですけど、まあ、自分的にはもう本当に大差判定で全然、はい、その中でダメージをもしこう蓄積されていけばその時にっていう思いがある感じです。そうですね、まあ、この先に見据える統一戦に向けて、まずはしっかりここを勝ち切って、まあ、次のステージに進んでいると思います。